埼玉県に大雨警報、洪水注意報が発表されました。詳しいエリアを見ていきます。川越市で大雨警報と洪水注意報が発表されました。この時間帯も雨足が強まりやすくなっております。いただいた報告を見ていきましょう。皆さんから過去60分間にいただいた報告です。埼玉県内からはザーザーレベルや豪雨レベルの報告が多くなってきております。より発達した雨雲の下では激しい雨の降り方、落雷が懸念されます。ここでライブカメラをご覧ください。さいたま市中央区のライブカメラです。分厚い雲が幾重にも重なり合って流れていることが伺えます。この後も雨足が強まるタイミングが続きそうです。また雲がもくもくとしております。大気の状態が不安定となって雷が発生しやすいです。こちらをご覧ください。落雷マップです。関東ですね、雷が鳴りやすくなっています。埼玉でも雷、落雷が発生する可能性がありまして、この後も油断はできません。モバイルバッテリーを確保するなど停電の対策なども進めてください。